かつて神々が世界を作りたもうたばかりの時代、この世は三つの種族が治めていた。すなわち人間と魔族と竜だ。今でこそドラゴンはモンスターの一種とされているが、昔は人間以上の知識を持ち言葉を操る者の方が多かったのだ。だがこの三つの種族は世界の覇権をめぐって血で血を洗う戦いを続けた。それを疎ましく思った神々は考えた。この世界を粛清する者が必要だと。竜の神と魔族の神と人間の神は集まって話し合い、ある結論に達したのだ。それは竜の戦闘力と魔族の魔力と人間の心を持った究極の戦士を生み出すことだった。それがドラゴンの騎士だ。いずれかの種族が時として野心を抱き世界を我が物にせんとしたら、それを滅ぼし天罰を与えるのがドラゴンの騎士の使命なんだ。そしてこの私こそこの時代ただ一人の真のドラゴンの騎士だ。だが本来この世に一人しか生まれぬはずのドラゴンの騎士一族にも例外が起こった。それがお前なのだ。お前の力が欲しい。私の部下になれ。今こそドラゴンの騎士としての使命に目覚め、私と共に人間を滅ぼすのだ。俺に部下になれだって、人間を滅ぼせだって、ふざけるな。ふざけてなどおらん。それこそが本来のドラゴンの騎士の務めではないか。いやだ。俺は誰が何と言おうと人間の味方だ。アバン先生の命を奪った魔王軍の手下なんかに死んでもなるもんか。ディーノなんて呼ぶな。俺の名はダイだ。じいちゃんからもらった俺の名前なんだ。俺は魔王軍と戦う勇者ダイだ。そうか、分かった。では人間どもの呼び方に従ってダイと呼ぼう。ダイよ、人間どもに味方する勇者としてお前を倒す。素直に我が軍門に下らぬと命がないものと思え。眠っているドラゴンの力よ、目を覚ましてくれ。今この男に勝たなきゃ人間はみんな滅ぼされてしまうんだ。よくぞここまでドラゴンの力を操った。その闘気と勇気に免じて見せてやろう。真のドラゴンの騎士が天を操った時の力がどれほど凄まじいかをな。
まだ分からぬのか。お前と私では力において雲泥の差があるのだぞ。まだ俺には最後の武器がある。そうだ、マトリフさんも言ってた勇者の武器、俺に残された武器でお前に通じそうなものはもうどんな強敵にも立ち向かっていく、この勇気しかない。これで最後だ。何をするつもりなんだ。どうしたんだ、紋章が勝手に。俺の今までの記憶が。